おい、おい、おきよ体育ヒロ、おい、千葉ロッテマリーンズ、背番号1番、きよ体育ヒロ、おい、育ヒロ、おい、マジかよ。呆れたよ。2015年に、不倫して、でね、パズドラで謝罪して、パズドラアビーし送って、大炎上して、そこで奥様にね、しっかり謝って、ね、誠心誠意、心機一転したかと思えば、2021年、再び、今日、不倫報道。相手は桐谷美玲の30代女性、A 子さん。しかも今回このご時世の中、遠征先で呼び出して、外食して、で、札幌遠征のホテル別部屋取って、ね、イチャコラ濃厚接触して、で、結局自分はあのウイルスに感染して、チームに迷惑かけて、で、そっからだよ、お前。お前マジかよ、お前。A 子さんも数日後に発熱したけど、お前それ、濃厚接触者の隠蔽させるために、もう検査受けんなっつって。もう病院で検査受けんなっつって。うん、検査受けたら俺の行動バレるからって、検査受けんなっつって。え？家庭用検査キットで検査させて、勝手に隠蔽させて、で、関係切って。お前マジかよ。お前、毒じゃねえか、お前。育ヒロ。育ヒロ。おい、見損だったよ。おい、行くひろ。ロッテ、大量集団感染の時の、俺の応援歌、何だったんだよ、お前。もう、返してくれよ。俺の気持ちを。お、何度も歌ったんだよ。おう。お前、毒すじゃねえか、お前。英子さんに、画面に向かって、チューしてる画像を上げて、お前。なあ。お前、救いようのないド変態野郎じゃねえか、お前。お前、マジで見損なったよ。お2015年、不倫した時、お前、何て言った？うん、次不倫したら、もう引退しますって。おう。引退すんのお前。マジで引退すんの育ヒロ。まあ、でも、お前の気持ちも、わからなくない。うん。まあ、そりゃな。プロ野球選手。まあ、結果が全ての世界だよ。結果を出せば、うん。何言われても文句言われても知らねえっていう。まあ、そういう考えもわかる。実際、清田育選手。うん。まあ、不倫した年に限っては2015年も OPS 8割超えて、今年も一応 OPS 8割超えてんだよね。一応結果出してんだよね。もう結果出した野球選手、もう何しようが、どれだけ遊ぼうが関係ない。まあそういう考えも俺は、うん、わかる。うん。で、相手の女性も女性よ。うん。さすがにね、育ヒロが悪いのは、うん、それ一番だよ。ただね、やっぱその、育ヒロに切られたからってね、うん、それを週刊誌にやすやすとね、LINE まで全部売ってしまうような。女も女よね。うん、桐谷美玲よ。今回お前がいくらもらったか知らないけどよな。お前のその発言によって、育ヒロをはじめとして、その家族、子供、ね、チームメイト、そしてファン、もう全員が、うん。まあ、不快な気持ちになってんだよ。この二人の間だけで終わらしとけばいいことを、お前が言ったことによって、もうほんといろんな人に、もう嫌な気持ちにさせてんだよ。もう女も女だよ、ほんとに。まあそんなこともあって、やっぱ育ヒロの気持ちも、分からなくもない。うん。まあ、そこで育ヒロ、いい子提案がある。引退やめとけって。引退は早まんの、お前。育ヒロ。オリックスで一緒に、優勝を目指さないか。なあ。オリックスバファローズの一員になって、オリックスバファローズの代打の切り札になって、2021年、一緒に勝利の美酒を味わわないか。仕方がないよ。もうロッテには散々迷惑かけたよ。うん、濃厚接触して、もう集団感染も起こして。さすがにちょっとロッテには言いづらいと思う。でも引退は早いってまだ。今年も OPS8 割。まだ若い。30代半ば。全然まだ野球選手としては、油に乗り切ってる時期だと思うよね。その中で、最後、野球人生、オリックスで終わらないか。オリックスで優勝しないか。オリックス。まあ、確かにいい選手はいると言われてるけど、やっぱどうしても野手の層が薄いとはね、ずっと言われてるんだけども。まあ、その代打の切り札的存在。まあ、ここもかなりオリックスの痛手ではあるんだけどね。まあ、そこに育ヒロ。お前が来ることによって、かなり相手チームに対して、いやらしい印象つけんじゃないかな。うん。それは今年ロッテ戦ってても、その育ヒロのバッティングにはかなり痛い目見たし、うん。俺は育ヒロと一緒に野球やりたい。え？オリックスにそんな事故物件持ち込むなって。大丈夫。オリックスには過去、
あの令和の悪の四冠王と言われた奥並今日もいたんだぞ。うん、不倫なんかどうってことない。奥並今日は結果を出せなかった、それだけだよ。うん、結果を出せばいけん。行くいろ、お前はまだやれる。オリックスで結果出せばヒーローだよ。優勝導いてみろよ。うん、英雄だよもう。行くいろ、マジで一緒に来年優勝しようぜ。行くいろ、ただ一個だけ言っときたいことがある。ビーズガールズの俺の推しめのレイナちゃんに手出したらマジで許さねえからな。